雪印乳業の 6P チーズ 6P チーズは円を線形に6等分した形に個包装された日本独自のプロセスチーズである雪印乳業が1954年から今の形で発売を開始した現在は雪印恵み力以外のメーカーからも同様の形状のチーズが 6P チーズあるいはそれに類似した商品名で発売されている本では 雪印恵み力の製品を中心に記述する。アルミ箔の包装を剥がして食べるチーズで、独特の形は放射状に切り分けて食べる円盤系のナチュラルチーズがイメージされている。栄養価の高さと食べやすさから、学校給食のメニューにも採用されている。P は、ピースではなくポーションの頭文字である。使用するチーズの種類や配合を変えたり、生ハムや、 ナッツなどを加えたりしたものも売られている。日本でのチーズの普及に大きい役割を果たした。また、料理への応用範囲も広く、各メーカーのウェブサイトにおいて、多数のレシピが掲載されている。製法は、数種類のナチュラルチーズを混合した後加熱して溶かし、アルミ箔がはめ込まれた型に流し込み、熱いうちにアルミ箔でできた蓋で密封する。さらに紙ケースに充填を、 冷蔵庫で急速冷蔵して完成となる。雪印乳業、雪印恵み力の前身にあたる北海道酪農、販売組合連合会が1935年に発売した6ポーションのチーズが元祖となる。ただし当時は缶入りで、6P チーズは相性だった。また手作業での生産だったため、大量生産はできなかった。 スイスから輸入された機械は三角形のチーズを製造するためのものだったが、改造して円形になるようにしたという。1952年に自動充填包装機が導入されたが、その後も長らく蓋をする工程など手作業に頼る部分は残されていた。雪印 6P チーズの商品デザインが完成したのは1954年で、当時は蓋の部分が透明フィルムだった。 その後全体が紙カートンになるチーズの包装がイージーオープン方式に改善されるなどの変更はあるが基本的なデザインは変わっていない。平成16年度食品ヒット対象ロングセラー賞を受賞している。雪印乳業は 6P と 6P の文字を組み合わせた商標およびスノーブランド 6P チーズの文字が付された円形容器の図形の商標を登録している。 このため、ロッピーという証拠を他のメーカーがチーズの商品名に用いた場合、商標権侵害にあたる可能性がある。ありがとうございます。